はじめまして、私はユン・ソジュンと申します。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、長崎県ソウル事務所の鈴木と申します。こちらこそよろしくお願いします。鈴木さんは韓国でどんなお仕事をされていますか？はい、私がやっている仕事は長崎県を韓国の人にですね、紹介する仕事をしています。まあ、具体的に言うとですね、長崎県にあるその観光地ですね。はい、あるいは長崎県にある美味しい食べ物、あとはまあ交流ですね、長崎と、韓国との自治体間の交流の仕事などをしています。じゃあ長崎について紹介してください。はい、皆さんご存知の通り、日本は、まあ、本州、北海道、四国、九州っていう、まあ、大きな島が4つあるんですけれども、長崎はですね、その九州、まあ、韓国に一番近い九州の、北西部に位置して、日本でですね、一番韓国に一番近い地域、エリア、近いですね、にあります。皆さんご存知の対馬なんですけれども、実は対馬もですね、長崎県なんですよね。でそうやってこうすごく地理的に近い距離にありますので、昔からその韓国とのですね、交流がすごくあった地域 で長崎県内にもですね、韓国とゆかりがあるようなですね、スポットがいくつかありますよ。長崎の観光地とかおすすめな食べ物は何ですか？私は個人的に一番おすすめするのはですね、長崎市にあるグラバー園です。グラバー園、はい、グラバー園がどういうところかというと、明治時代にグラバーというですね、イギリスの商人がですね、長崎に住んでたんですね。でその人が住んでた家が、まあ、グラバー園っていう、まあ、今そこ観光地なんですけれども、そのグラバーさんがですね、その明治時代になって日本と外国との間の貿易をですね、仲介した商人だったんですね。でその貿易を通じて日本のですね、経済社会がですね、近代化するきっかけになったんですね。ですのでグラバー園をこう訪問することによって、長崎が日本の近代化にいかにこう貢献してきたかっていう、その歴史をですね、知ることができると思います。あとそれと同時にですね、そのグラバー園というのが、その長崎の港、長崎市がですね、その港を、海がすごくきれいに見える、海、そうです、そうです、海と山に囲まれたところなんですけれども、その港をですね、一望できるようなちょっと高台にあるところなんで、景色も非常にいいんですね。そういう意味で私は個人的にはグラバー園を一番おすすめしますね。はい、後で絶対行ってみたいんですね。おすすめの食べ物は何ですか？おすすめの食べ物ですね、私がおすすめするのは長崎ちゃんぽんですかね。韓国にも長崎ちゃんぽんという、はい、長崎ちゃんぽん、はい、インスタント食品があったかと思うんですけれども、はい、その韓国にある長崎ちゃんぽんとは全く本場のですね、違うですか？違いますね。私も韓国に来て、韓国の長崎ちゃんぽんを食べてみたんですけれども、はい、やはりこう韓国の人の味に合うように、口に合うように味を作ってて、まあ、ちょっと唐辛子も入ってたりとかするじゃないですか、はい、唐辛子が入ってますよね。
でも長崎のちゃんぽんは唐辛子は入ってないんですよね。あースープが豚の骨をと鶏あと鶏肉も入ってますね、ちょっとね。でそれを煮込んで出汁を取ったスープなんですけども、味がちょっとこってりしてて、濃厚な味です。でそこに麺はですね、ラーメン普通の通常のラーメンよりはちょっと太めの麺を使ったものを入れて、でその上にですね、たくさんの野菜あるいはかまぼこを、加えた栄養が満点のですね料理なんですよね。はい、はい、じゃあ日本の 本物の長崎ちゃんぽんは辛くないんですか？全く辛くないですね。あ、じゃあ私は辛いものが苦手なんですけど、私にはちょっと好きかもしれませんね。あ、そうですね、辛いものが全く長崎ちゃんぽん辛くはありませんので、はい、辛いものが苦手という人にもですね、すごく受け入れられる料理じゃないかなというふうに思います。多分私も好きだと思います。ぜひとも召し上がってみてください、はい、ありがとうございます。シーサー日本語学校で日本語の勉強をしている学生たちに一言お願いします。はい、私も先ほどお話ししたように10年前に韓国でに来て韓国語を勉強したんですね。で最初勉強を始めた時にはですね、日本語と韓国語語順も一緒ですし、似ている単語も多いじゃないですか。はい、似ています。似ている言葉だなというような印象を受けたんですけれども、勉強をですね進めていけばいくほどですね、いろんなところがやっぱ違うことが多いんですね。はい、言葉の勉強っていうのは本当奥深くてですね、終わりがないものじゃないかなというふうに思います。そこが言葉を勉強するっていうことの魅力の一つじゃないかなと思います。私もそう思いました。私も初めて日本語を勉強するときは、単語とか発音がとても似ていて、優しいんじゃないと思ったんですけど、今は漢字とかちょっと難しくなりました。ちょっと苦労されてるでしょ。はい、日本語を勉強するとですね、韓国ではいろんな、例えば観光とかですね、いろんな分野でですね、使えるですね、お仕事というのが多いと思いますので、ぜひともですね長く日本語を勉強していただいて、後々のですねお仕事にですね活用していただければというふうに思います。ありがとうございます。今日長崎についていろいろなお話を聞いてとても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。